5年前、野生に返した自分が育てたゴリラを忘れられない男性がいました。とても危険だと警告されますが、ゴリラに会いに行く男性。何時間も名前を呼び続けますが、見つかりません。諦めかけたその時、あのゴリラが姿を見せました。男性が近づくと、安心した表情で見つめます。なんと、男性を抱きしめ、自分の仲間を紹介し始めました。ゴリラは、日が暮れる寸前まで男性を離しませんでした。そんな二人にも、お別れの時がやってきます。この時、ゴリラは驚きの行動を見せました。向こう岸から男性を宿泊キャンプまで追いかけてきたのです。そして、一晩中男性を見守り続けました。